アレックセイ・ミハイロビチ・イグデスマンは、ロシアのバイオリニスト、作曲家、指揮者、俳優。ロシアのサンクトペテルブルクに生まれ、6歳の時に家族と共にウィーンに移住。12歳の時に、イギリスの名門校、ユーディメニューイン音楽学校に入学を認められた。1989年から1998年にかけて、ウィーンコンセルバトリウム音楽大学にて、 ボリスクシュニールに支持する。イグデスマンの楽曲は、ユニバーサルエディション社から多数出版されている。バイオリンのためのスタイルワークアウト、子供のための楽曲が詰まった、猫のひっかきショーブックと、豚は飛べる、バイオリンデュオシリーズの、ユダヤモア、ケルトモア、ラテンモア、アジアモア、マイルモアなどがある。また、彼のバイオリン・ソナタも、 現在3曲出版されているが、第2番はユリアン・ラクリンに、第3番はビクトリア・ムローバに検定されたものである。イグデスマンの楽曲は、これまでで、すでに世界的に巧妙なソリスト、室内楽奏団、オーケストラに演奏されているほか、自身ソリストとして、また指揮者としても、クレメラ・ータバルティカ、ルゼルン交響楽団、ベオグラード交響楽団、 フォア・ール・ベルク交響楽団、トーン・キュンストラー管弦楽団、ビルト・オーシー・イタリアーニ、カメラー・タドゥカレ、ベルビエ祝祭管弦楽団、その他多くものオーケストラと演奏している。彼の世界のバイオリンたちというプロジェクトの中で、イグデスマンは自身のバイオリンデュエットの楽曲をギドン・クレーメル、ジュリアン・ラクリン、ジャニーヌ・ヤンセン、パベル・ベルニコフ、アレクサンドラ・スムと演奏。 またこのプロジェクトでは、ロジャー・ムーアによるイグデスマンの詩の朗読も注目された。彼はまた、世界的賞賛を受けている弦楽三重相談、トリオロジーと共に、世界各国で演奏会を行い、ソニー BMG ミュージックエンタテインメントによる CD も録音している。現在は、デュオグループ、イグデスマンジューとして、ソリスト、指揮者、室内楽奏者として活躍している。 イグデスマンは映画音楽の作曲、編曲、録音も行っており、アカデミー賞受賞映画の作曲家であるハンス・ジマーと頻繁にコラボレーションしている。ジマーの誘いを受け、エルドラド・オーゴンのとスパングリッシュ太陽の国から来たままのこと、直近ではアカデミー賞の作曲賞にノミネートされたシャーロック・ホームズのサウンドトラックに作曲、編曲、演奏で携わっている。 イグデスマンは、ゼラス・オブ・ザ・バーズの音楽をジマーと共作しており、2011年、映画のプレミアとなったロード・アイランド映画祭にて、作曲大賞を受賞した。また、2012年に公開された、長編コメディドキュメンタリー映画、ノーズランドで、イグデスマンは、監督、制作、主演を務め、ジュリアン・ラクリン、ジョン・マルコビッチ、ロジャー・ムーアラも出演した。この映画は、 世界各国の14もの映画祭で上映され、ドックマイアミ国際映画祭にて、モーストエンターテイニングドキュメンタリー賞を受賞した。バイオリニストであるセバスティアン・ギルトラーの協力を得て、イグデスマンは、2つのバイオリンとオーケストラのための、サイバー指揮者というプロジェクトも作った。2010年、オーストリアのベーレンクレンゲ祭りでは、イグデスマンの、ロシアの夜を含むプロジェクトが披露され、 彼の楽曲に加えて、ロシア音楽が、イグデスマン、リチャード・ヒュンキ・ジュー、イトマール・モラン、ポリーナ・レスチェンコ、ジュリアン・ラクリン、ビクトリア・ムローバ、その他の演奏家によって演奏された。ムローバとレスチェンコは、彼のバイオリン・ソナタ第3番を初演した。2010年、イグデスマンは、ルゼルン・祝祭管弦楽団と共演し、シュトラウス、ベートーベン、世界初演となる、自身の、 世界のワルツを指揮した。また、このルチェルン音楽祭でのジュリアン・ラクリンフレンズと自身のアイデアを合わせ、音楽批評家というジョン・マルコビッチがナレーターを務めるスペシャルプロジェクトを披露した。2004年、イグデスマンは世界的に賞賛を受けるピアニスト、リチャード・ヒャンキ・ジューと共に、イグデスマンジューを創設した。彼らの、あ、 リトルナイトメアミュージックという賞は批評家からも、聴衆からも、狂気的な賞賛を受け、世界中で引っ張りだことなった。ベルビエ音楽祭、ベルゲン国際音楽祭、グシュタートメニューインフェスティバル、サラトガフェスティバルなど、数え切れないほどの名高い舞台で公演を行った。彼らのプロジェクト、ギドン・クレーメルとしてあることは、ギドン・クレーメルとクレメラータ・バルティカと共に、2008年の シュレースビヒホルシュタイン音楽祭で初演され、ラインガウ音楽祭や、アジア、ヨーロッパ、ロシアの各国で公演が行われた。2009年、イグデスマンジューは、ドイツ、オランダ、ベルギーと、ナイト・オブ・ザ・プロムス、クラシック・ミーツ・ポップのツアーに参加し、ロック界の伝説的なシンプル・マインズ、キム・ワイルド、シネイ・ド・オコナー、ティアーズ・フォー・ヒアーズ、ジューシー・シー、ミジ・ユーロ、 デニース・デヤング、ロビン・ギブラと共に50万人の前でパフォーマンスを披露した。イグデスマンジ1には、ア・リトル・ナイト・メア・ミュージック、ビッグ・ナイト・メア・ミュージック、アンド・ナウ・モーツァルトというオーケストラや室内オーケストラとのプロジェクトもあり、世界各国で賞賛を受けている。これらの賞のビデオは YouTube 上で現在3500万回以上再生されている。イグデスマンは、 1717 17年、サントセラフィン製作のバイオリンを使用しており、エルステ銀行より、対応されている。弓は、ボストンを拠点にしている、ブノア・ロラン製作のモダン弓。また、時折、ネット・スタイン・バーガー製作のエレクトリック・バイオリンを、使用している。弦は、トマスティック・インフェルド社の、ペーター・インフェルドを好んで使っている。ありがとうございます。